翔平のトレーニングは次元が違うよ。ムーキー・ベッツ選手の大谷選手のトレーニングに聞かれた時の発言です。日本時間2024年2月6日、大谷翔平選手はアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を初めて訪れて自主トレーニングを行いました。ドジャースの T シャツを着て汗を流した大谷翔平選手は、手術した右肘を気にする様子もなく、まずは複数の器具を使って芝生の上で下半身中心のリハビリメニューをこなしました。そして打撃ゲージにて T 打撃、トス打撃をこなし、その後ドジャースフェストの際に話していた予定通りマシン打撃を再開しました。1球ごとにコースを見極め、タイミングを測りながら丁寧に打ち込んだほか、屋内外で約4時間40分トレーニングを行いました。ドジャースのバッテリー組とリハビリ組はキャンプ初日を2024年2月10日に迎えます。大谷翔平選手は先乗りしてみっちり調整を行いました。ネット上からはこのような声が寄せられています。早速キャンプ地にて自主トレ、さすが大谷翔平選手、肘の回復が順調な様子でよかった。順調そうな回復で安心した。この様子ならアクシデントがない限り開幕に間に合いそうだね。肘の回復が前回よりも早そう。まずは打撃練習だけに専念して無理のないように仕上げてほしい。 MVP のトリオが並ぶ打線を想像するとすごすぎて期待しかありません。きっと打点も増えるだろうし、ポストシーズン進出とワールドシリーズ制覇を狙って頑張ってほしいです。全身ブルーが新鮮といった大谷翔平選手が怪我から復帰し元気そうな姿を見せてくれたことに対する喜びと、そのプロ意識に対する称賛の声が上がっています。米メディアがこぞって DH 大谷翔平の爆発を確信。米メディアも打者に専念する大谷選手の成功を確信しています。スポーツキーダは5日に指名打者トップ10を発表し、大谷選手をランキング1位、レッドソックスの吉田正尚選手を5位としました。同メディアのザカリー・ロバーツ氏は大谷選手について、たとえ彼が投げることができなくても、翔平大谷のバットはドジャースに大きな変化をもたらすだろう。おそらくスポーツ界最高の指名打者であることは間違いなく、派手な数字を期待したい。と太鼓判を押しました。また、吉田選手には、一時、新人王候補として大活躍した。彼はすでに最高の DH の一人である。と評しています。2位にヨーダン・アルバレス選手、3位に昨季47本塁打のカイル・シュワーバー選手、4位に36本塁打のホルヘ・ソラー選手を挙げています。2日には米メディアジャスト・ベースボールも MLB 最優秀指名打者の1位に大谷選手を選び、44本塁打26二塁打に加え MLB で4番目に多い8本の3塁打を放った。センセーショナルなパワー数値を考慮すると、彼がコンタクトの指標においてリーグトップ付近にいるのは驚くべきことではないとしています。これは全て翔平がいるからだ。ドジャースの大谷翔平選手が2024年2月4日にドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント、ドジャースフェスト2024に登場しました。3万人を超えるファンがメイン会場を囲み、メディアの取材証は180枚が発行されたと言われています。メディア対応では報道陣が列をなしていました。昨年の球宴を彷彿とさせる光景に、米スポーツ専門メディアブリーチャーレポートは、翔平大谷に対する報道陣のスクラムはワイルドだと述べました。ファンも驚いた様子で SNS には、救援の時より人垣厚くない、記者数がすごい、2023年の救援を思い出す、一平さんは見えるけど翔平を探せつなどのコメントが並びました。2024年の大谷フィーバーはすごいことになりそう。そんな中、ロサンゼルスタイムズも大盛況だったファン感謝イベントを振り返り、大谷マニアの威力と今後の展望について特集を掲載しました。大谷選手と一緒に打線の要となるフレディ・フリーマン内野手は大勢詰めかけたファンを見ながら、興奮に包まれたこの場の雰囲気はどうだ、これは全て翔平がいるからだ、今後我々の孫が話すであろう選手を見るために毎晩5万5000人のファンが集まる、僕らがベーブ・ルースの話をするようにねとコメントしました。囲み取材の時にはあまりにも報道陣の数が多かったため、後ろにいて聞こえなかった記者らのために2度に分けて取材対応をしたと言われています。同氏は、しかしこれは1日のイベント、シーズンが始まりこれが毎日続いたらどうなるだろう、
あまりサービス精神旺盛ではない選手はどうするだろうと懸念があることも指摘しました。続けて展望としては、大谷自身が言うようにフィールドで結果を出すことが全てを解決するとし、ロバーツ監督とフリーマンのようなベテランのリーダーシップは重要なものになると予想しました。そんな中、ロバーツ監督は今季の打順についてある構想を言い放ち、賛否両論の意見が出ていますが、土軍指揮官が大谷選手に送った最大級の賛辞に賛同の声が寄せられています。そしてもう一人、ドジャースには絶大なリーダーが君臨しています。大谷選手が絶賛するベッツ選手が批判覚悟である本音を吐露し、大きな話題になっています。では気になる中身を見ていきましょう。土軍指揮官が大谷に寄せた最大級の賛辞。ロサンゼルスの青空に響くファンの熱狂が大谷選手を迎え入れました。入場券は完売し、大観衆の前で新加入の二刀流は中堅付近に設けられたステージに大鳥で登場しました。エンゼルス時代の赤とは真逆の青のチームからようやく来たなと実感している。ファンへのお披露目となり、その晴れやかな笑顔にこの日一番の大感激が沸き起こりました。大谷翔平選手は続けて、ワールドシリーズ優勝、そこだけを目指している。ファンとシーズンを一緒に戦っていけたら最高。悲願の世界一へ、第一歩は大谷選手の頭の中にもイメージされています。2023年9月に右肘を手術し、今季は打者に専念します。回復具合についてイベント前のメディア対応では、ティーとトス打撃はほぼ 100%、 スイングの動作での制限はない。韓国ソウルでの開幕戦に向けても、スケジュール通りに来ている、順調にいけば間に合うと思うと自ら断言しました。頼もしすぎる大谷選手の復活宣言、それに呼応するかのようにロバーツ監督が起用法を発表しました。いずれも MVP 受賞歴のあるベッツ選手、フリーマン選手との3人の並びをどうするのか、指揮官は来場したファンの量で決めることを提案しました。最も歓声が大きかったのは3番大谷翔平選手で、ロバーツ監督はとてもシンプルだと即答しました。1番ベッツ選手、2番フリーマン選手の後、大谷選手が打つ最強 MVP トリオの打順となりました。ただこの打順はあくまでファン感謝イベントでのロバーツ監督のリップサービスであり、先日ドジャース専門メディアに出演した際にはこのようにコメントしています。翔平はトミー・ジョン手術を行ったため DH になる予定です。1番、2番、3番、まだどこに入れるのか決めていない。私とムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、翔平の4人で話し合うつもりだ。ロバーツ監督が重視しているのは大谷選手の心境でした。最も大事なのは翔平がチームメートと一緒にいて居心地がいいと感じること。私としては翔平にチームメートとうまく調和してもらいたいと思っていると指揮官は語りました。果たして大谷選手の打順は何番がベストなのか、同メディアは今季の上位オーダーに正解も不正解もないと、そうそうたる顔ぶれのドジャース打線に太鼓判。その上で、大谷を1番に置いて2番ベッツ、3番フリーマンを置けばベッツを左打者で挟むことができると推測しています。さらに別パターンとして、ベッツを従来の1番にして2番に大谷、3番にフリーマンもあり得るシナリオだ。いずれにせよドジャースの上位打者3人は全ての対戦投手に脅威を与えることになると断言。ベッツ選手、フリーマン選手、大谷選手の MVP トリオに大きな期待を寄せました。名門ドジャースで9年間も指揮を取ってきたロバーツ監督、ロサンゼルスの地元局のニュース番組で、あらゆる世代で唯一無二の存在である翔平大谷の全盛期にドジャースを率いる意味をどのように捉えていますかと問われた51歳の指揮官は、彼がフィールド上でできることやっていることを考えると、今まで翔平のような選手はいなかったと強調しました。そしてこう続けました。スピード、パワー、打力、そしてトップクラスの投手になれる腕の強さと精度の高さ、彼が二流で成し遂げた成果は私が見たことがないレベルだ。投打両面で活躍した選手の話になると、何よりも最初に名前が上がるのがベーブ・ルースだろう。ただこの偉大なるバンビーノに失礼がないように気をつけながら言わせてもらう。私は翔平がやっていること、そして彼の身体能力や力は全く桁違いだと考えている。野球界の神と称される伝説の存在に気を使いつつ、
29歳の日本人スターに最大級の称賛を寄せました。ロバーツ監督は、翔平を知って分かったのは、彼自身も史上最高の選手になりたがっているということだと指摘。直近3年連続で100勝以上を達成する常勝チームにとっての悲願であるワールドシリーズ制覇に向け、大谷選手がいかに貴重な存在なのかを論じました。ロバーツ監督の言葉はファン全員の思い。伝説のシーズンへ大谷選手は着実に歩みを進めます。レッツ、大谷との共闘に本音激白。大谷選手はファンフェスタに参加し、移籍後初めてファンの前に姿を見せました。さらに米専門局スポーツネット LA のインタビューにも応じ、新同僚の存在を絶賛しました。司会者から、去年のオールスターで気になる選手にムーキー・ベッツを挙げていたけど、それはなぜ？と問われた大谷選手は、何をやらせてもトップに行くんだろうな、と語り出しました。センスというか、何をやっても吸収が早いんだろうなというプレイヤーに見える、と絶賛。持って生まれたものがある方だな、という印象が強いですとリスペクトを込め称賛しました。二刀流がこれほど賛辞を送るベッツ選手は、2018年シーズン MVP を受賞し、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞6度を獲得した押しも押されもしないドジャースを代表するスーパースター。 WBC を含めて対戦した中でも、31歳に大谷選手はとてつもない才能を感じ取っていたようです。一方、今季から同僚となるスター選手も大谷選手との共演を楽しみにしています。大谷選手の加入についてベッツ選手は、もちろん超大興奮だよ。でも何より大事なのは、彼が本当にいいやつだってこと。今まで真摯に努力して手にしてきた成功のすべてを素晴らしいと思う。彼のような選手とロッカールームで多くの時間を過ごせるのは本当に嬉しいよ。彼はほぼ間違いなく史上最高の野球選手。ベーブ・ルース以外では彼にしかできないことをやっているね、と最大級の賛辞を送りながら喜びました。過去111年で10度の地区優勝を誇り、11年連続でポストシーズンに進出している常勝軍団ドジャースはすでにベッツ選手、フリーマン選手ら大物選手が所属していましたが、2023年オフに大谷翔平選手、山本由伸選手、タイラー・グラスノー選手、テオスカー・ヘルナンデス選手など高額給与の選手たちを次々と獲得。過去最高の補強に成功しています。このスター軍団に対して一部の球団ファンからは厳しい目が注がれていますが、こうした批判に対してベッツ選手はこのように反論しました。俺たちにどうして欲しいのかよくわからない。能力に恵まれていてそれを使わない手なんかないだろう。ドジャースの一員なのはクレイジーだし、本当に恵まれている。俺たちは勝つつもりだし、競い合い最高のチームを作っていく。優勝のためなら何でもするし、これがドジャースに来たがる理由だ。そして今回のファンフェスタでも改めて2020年以来のワールドシリーズ制覇に並々ならぬ意欲を示したベッツ選手は、アグレッシブであり続けなければならない。ゲームプランは今までと変わらず塁に出ることだ、とコメントしました。自身は今季から二塁手にコンバートする予定ですが、みんなが思っているよりスムーズに進むと思うよ、と話しており自信満々です。また大谷選手との共闘に向けては、彼の前を打ち彼の活躍が見られるというのは本当に光栄なことだし楽しみだ、と話しました。さらにその後、昨シーズンは最後に諦めてしまった。プレーオフでは良いプレーができなかった。そのことが人々が思っている以上に私を蝕んだ。私が声に出さないからといってそれが私を蝕んでいないというわけではない。私の目標はシーズンを完走することだ。もちろん俺たちはワールドシリーズ制覇を狙っている。ワールドシリーズを勝つか勝たないかだ、と力を込めた31歳は、全員で同じところを目指している、と強調。当然求められるのはワールドシリーズ制覇となります。そして大谷選手のトレーニングについても、救援の時など見たけど、あれは比べる次元ではないね。一人だけ突出した力を見せているよ、と話しました。ドジャースのベテランマンシー選手もファンイベントで金で優勝を買うのかといった類の批判に対し、人々が悪役と呼びたいならそれでも構わない。自分たちは変わらないグラウンドで最後まで全力でプレーするだけだ、と話すなど意に介していません。ただドジャースに対してこれまで以上に相手が牙を剥いてくることは容易に想像できます。ベッツ選手はそれを受け止めながら、他のチームが我々に対して向かってくるのは間違いないし、この世界で誰もあいつらには最高の選手がいるから俺たちより上だとは思わない。だから我々も覚悟して戦わないといけない、
と語りました。フリーマン選手も優勝がどれだけ難しいかみんな分かっていると言いました。それは大谷選手も同じ思いです。ファンからの大歓声が湧くフェス最中、司会者からここでは優勝しないと失敗と扱われるくらいファンの期待は大きい、それをどう捉えると質問されると、大谷選手は楽しみたいなという思いは強いけど、当然そうならない場面もある、そこは受け止めていくしかないと表情を引き締めました。さらに個人的には優勝しないと失敗なのかなと思うと同調した大谷選手。ポストシーズンはまだプレーしたことはないし、まずはそこで勝つこと、最終的にはワールドシリーズで勝ちたい思いは強いですと言い、ベッツ選手ら超一流のスーパースターが揃うドジャースで世界一になることを思い描いています。そんなベッツ選手と大谷選手には類稀な能力面もさることながら、それ以外にも共通点があります。共に最高峰のリーグで MVP を経験しながら、野球少年のように純粋に上手くなるための努力を続けている点です。ド軍のチーム関係者によれば、ベッツ選手は同僚とベンチで会話を楽しんでいる時も野球の話題で持ちきりだといいます。ボーリングではパーフェクトゲームを達成するほどの腕前で、バスケットボールも得意で、身体能力の高さも群を抜いていますが、何より野球を極めるための向上心は絶えません。昨季39本塁はキャリアハイ、一昨年は35本塁打で、ここ数年で長打力が増しています。ワールドシリーズ制覇を2度経験し、30歳を過ぎても進化を続けるベテラン打者。翔平を知って分かったのは、彼自身も史上最高の選手になりたがっているということだ。ロバーツ監督が高評価したように、2度の満票 MVP を受賞した大谷選手も、さらなる進化を貪欲に求め続けています。大谷選手と共に世界一へ、強力な選手をチームに加え、大きな注目を集めているドジャース、彼らの戦いぶりから目が離せません。ネット上からはこのような声が寄せられています。ネットの反応、大谷さんとフリーマンだけならトラウタニと似たような感じだけど、そこにベッツもいるもんだから相手はめっちゃ嫌だろうね。すごい盛り上がってるのは翔平がいるからと、フリーマンが言ってた通り、初お見えのドジャースの大谷に青いファンらの興奮は凄まじかった。ドジャース入りしてからの周囲の熱狂をどう捉えているか聞かれて、大谷さんはいつものように至って冷静に、期待に応えるためにフィールドで結果を出すことに集中したいと答えていた。周りの騒音が倍増しようが、優勝への期待値が大きかろうが、 MLB の未来がその方にかかっていようが、大谷さんは今までと変わらず、何者にも惑わされず淡々と野球に取り組み、人々の期待をはるかに超えることをまたやってくれそうな気がする。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。